援護シークエンス調整完了。レイ、ヒューマノイドモード適応率 100%。 いくよ、さくら。これが私たちの戦いの始まりというわけだ。いくぞ、レイ。いらっしゃいませ。部屋をお探しですか？賃貸？はい、普通に暮らせる家とか探してるんですけど。普通に暮らせない家って？そうですよね。私変なこと言っちゃいました。ところで17歳18歳と書かれていますが、保証人はどなたが？どうしよう、さくら。私たちの一般人になって普通に暮らそう計画、いきなり崩れちゃった。レイが言い出したんだぞ、なんとかしろ。そんなこと言われても。レイが普通に暮らせるって言うから、ここで暮らすって誘いに乗ったんだからな。ネイルを塗ったり、いろんな可愛い服を着たり、なんかよく知らない美味しいものを食べてみたりしたいんだ。シリコノイドのくせに俗っぽい。さっき隣で聞いてたんだけど、住むところを探してるの？もともと家族で住んでいたんだけど、今は私一人しかいないのよ。空き部屋を貸そうかと思って不動産屋に行ったんだけど、そこであなたたちを見たってわけなの。ここ使っていいわよ。ところで、あなたたち名前はなんて言うの？レイ、霧島レイです。コード、さくらだ。コード？あの気にしないでください、さくらです。そう、それじゃあ早速だけど、二人に晩ご飯のお使いを頼んでもいいかしら？今うちお酒とわさび漬けしかなくって。ずいぶんと地球人が多いな。そろそろ晩ご飯の時間だからね。炭素体というのは不思議だ。数ばかり多いのに、そのほとんどはつながりを持つことなく終わる。これが普通というものなのか？何そのたい焼き？主に糖分と炭水化物により構成されているようだ。いや、そうじゃなくて、泥棒してないよね。当たり前だ。泥棒は普通ではないことくらいわかってる。店のおばちゃんの話に付き合ったらもらったんだ。ならいいけど。そういえば帰り道ってわかる？任せろ。あの家までの帰り道はすでにナビゲーションルートに入っている。よかった。あの家にいれば普通の暮らしができる、そう思うか？あまり長くはいられないかもしれない。さっきのあの女性、葵ちゃちゃのことをデータベースで調べた。ただの人間じゃない、賞をいくつも取っている研究者だ。かつて地球に来た異星人は研究者に捕まり、あらゆる実験や解剖を受けたという。私たちもそうなるかもしれない。私たちがシリコノイドであることは絶対に知られてはダメだ。特にあのチャチャにはな。危ない！なんだあいつは。誰か、あのバイク、ひったくりです。これが人間の普通なのか。だが、私たちは普通に暮らすのが目的。放っておくしか。困っている人がいたら助けるのも普通のことだよ。作戦は
バイクの位置を割り出した。あのバイクのナビに偽のルートを入れて。なるほどな。まずは人気のない場所におびき出すということか。その後はどうするんだ？ビームでも撃てばいいのか？そんなことしたら私たちの正体がバレちゃうでしょ。どこだここ。そう、ナビに騙された。バイクも止まって動かねえし、どうなってやがる。バッグを返せ。は？バッグを返せ。バッグを返せ。やあ！なるほど、ホログラムで脅かせば私たちの姿は見せなくて済むのはわかるが、よりによってなんで私の顔なんだ。ついこっちも怖い。ま、これで一件落着だな。そういえばさっき偽のルートを入れるとき、すっかりこの家までのルートを入れたかも。なにそれ。私の名前は霧島レイ。これが私たちの出会いと普通じゃない生活の始まり。